はい、どうもプラグでございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回はスマホ版の方やっていきたいと思います。ということで今回やっと太鼓の力の方をね、今回やっていきたいと思います。ということでこちらの編成で、今回やっていきます。もう本当にもうね、全然やらなかったんですけど、今回ね、やんとね、重い足を上げて、やっていくんでよろしくお願いします。で、今回なんですけど、また音声の方が吹っ飛んでしまったんで、もうなんか解説みたいな感じになっちゃうんですけどもね、まあどうやってね、やったのかっていうのをちょっとご覧いただければなと思います。まあ今回ね、なかなか面白い勝負をしてくれたので、一応この編成に関してはね、調べて、まあこんな感じでやってみましょうということで、組んでおります。まあ実際にね、今回戦うのが初めてなので、でこんな感じでね、最初にね、このチビブンブンの方が出てくるので、一応今回ネコボンね積んであるので、結構はね、早めにお財布ダメできるのかなっていう感じがするんで、一応こんな感じで今足止めをしつつお財布ダメをしていくっていう感じでございますね。まあそんな感じで、まあずっとこれかな。で1万ちょいぐらいになったら、一応上段の方はニャンコンボ、組んであるので、まあ下段のキャラクターを中心に出していって、あとは出すとしたら上段だとあれですね、向き足、大狂乱の向き足ぐらいかな。まあ一応ね、下段の方をフルにね、どんどんね出せるキャラをどんどん出していければ、まあボスでね、面白いということで、まあそれまあそれまあそれまあいただければなと思う。キャラクターはもう全部ガチャキャラ、レサキャラってな、こんな感じで、まあ、いかにね、もう優秀なのかがわのかがこんな感じでね、攻めていきましょう。これね、いけるかな、いけ、オッケー。ということで、あとはもうこのままね、出せるキャラクターを出しつつ見守るっていう感じですね。はい。さて、ルーンライダー。そう、これね、音声後取りでね、あれなんですけどね、クッソ早いのよ、こいつ、攻撃が。ほら。で、これ止めるんですよね。はい。もう最初だけです、攻撃での。もうここからこっちのターンです。はい。もうね、攻撃をさせないということで。まあ、こちらの牽制に関しては、もうね、いかにブンブンライダーの足を止めつつ、もうはめまくっていじめるっていうね。もう最初でこんなことやるの申し訳ないんですけどもね。まあ、確実にね、勝ちたいなということで、まあ、これでやってみました。ということで、もうずっとこのままです。はい。こんな感じで、本来のね、ブンブンのね、やばさがわからないんですけれども、まあ、こんな感じでね、ブンブンを攻撃させずに、ドライブで勝っていくっていう戦法の方でやってみたので、またね、ちょっと機会があれば、ちょっとね、やっていければな、なんて思うんですけれども、まあ、次はアイテムなしでやってみようかな。それで、どんな感じだかっていうのをちょっとやってみようかなと思います。ということでね、気がついたら終わっちゃいました。はい、終わりでございます。もう本当にね、何だったんだろうかよくわからないんですけども、さすがガチャキャラっていうことですね。終わりでございます。はい。ということでね、初めてのクリアなので、これドロップしましたね。ブンブンネコライターゲットっていうことで。まあ、後でこれもね、ちょっとね、使いたいなと思います。まあ、使う機会あるかわからないんですけどね。ということで、こんな感じでございました。で、これ終わったらね、またエンドロールの方が流れるんで、まあ、せっかくなんで、まあ、おしゃべりしましょうかっていうことで。一応、レジェンドストーリーの方はやっと終わって、まあ、まだね、難易度別に関しては全てね、全然終わってないので、まあ、あれもやらなくちゃかなと思いつつもね、これが終わったら新レジェンドの方が出てくるので、とりあえず、それもやらないとかな、と、感じがするんですけれども、まあ、あとはそうですね、まあ、なんとか、レジェンドストーリーどれくらい、そう、本当はね、もっと早くね、やりたかったんですけどもね、もうただ単にやる気が起きなくてね、またや、あといつかやろう、いつかやろうつって、結局ね、1年ぐらい多分経ったんじゃないのかな。もう本当にね、うん、自分のやる気のなさを痛感して、もう本当にね、ちゃんとやらなきゃなって思った瞬間でございました。まあ一応ね、まあクリアはできたので良かったのかなと思います。まああとは、そうですね、まあスタミナに余裕があるときはどんどん難易度別の方をね、どんどんクリアしていって、まあ本当にね、まあ制覇できるところまではちょっとやっていきたいのかなと思います。そんな感じで、あとは2人での方もね、今ね、順調でやってるので、そちらの方もやりつつ、あとはね、もう一個スマホ版の方で、ちょっと前にね、何個か、端末を準備してガチャを引いたりしてたんですけど、まあそちらのアカウントもね、まあ暇つぶしでやったりと、まあまだまだやらなきゃいけないことも結構あるので、まあそれは多分ね、これね、音声途中でね、元に戻るんですけどもね、まあその時多分もしかしたら言ってるかもしれないんで、申し訳ないんですけども、まあこんな感じで、もう少しで終わるかな。この文字読んどけばよかったね。うん。っていうことで、なんか、ドンマイニャンコ軍団、頑張れニャンコ軍団、これでも久しぶりだな。なんか、うん、最近読むことなかったからな。真の旅へということで、まあこっからですね、まあ新レジェンドに関してはもう多分ね、
なんだっけ、太古のそうなんか呪いみたいな感じだよね。なんかすごいなんかえぐいのはね、なんか調べた時に出てきたんで、まあそれを覚悟しながらやっていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。ということで終わりました。とさ、ここで多分音声の方が戻るんで、よろしくお願いします。はい、ということで、レジェンドストーリーの方はやっと全て終わりました。すごい時間かかったね。本当にもう全クリアボーナス来ちゃった、EX キャラクターウルフとウルルン第3形態の解放、レベル30到達後、必要数の XP また旅仕様で進化可能です。そういえばそんなあったね。もう存在忘れてたよ。これあれですね、みんなあれできるようになるね。もう本当にちゃんと真面目にやればよかった。もうということでね、はい、レジェンドストーリーに新レジェンドステージが出現ということで、やっとですね。いやー長かったねー、長かった長かった。で、何これ、ステージクリアボーナス後、伝説の始まり最終ステージクリアで、超レアキャラブンブンネコライダーを第3形態に進化することができるということで、ついに今までレジェンドストーリーね、これね最近見なかったと思ったらついに見るようになりましたね。やれってことだね。ということで、そうだね、ついに始まっちゃいましたか。ということで、おお、緑色のステージが、おお、ついに出たね。ということで、やっとちょっと真面目にやろうかななんてね、思い始めた今なんですけれども、まあなんとかね無事ねレジェンドストーリーの方ね、終わりすることができました。ということで、途中でね、音声がぶっ壊れて、もしかしたら途中のね最初の方がな、まあ多分ね音声は後取りやってるかもしれないんですけど、まあとりあえずそんな感じで何よりね、クリアできてよかったんじゃないかなと思います。ということで、新レジェンドとかねやりながら、2人での方もねレジェンドストーリーとかもねまだまだやらなくちゃいけないことがたくさんあるんで、まあ同時進行で、やっていければなと思います。あとはね、サバカに関してもまだね、まあ、やらなきゃいけないこともたくさんあるんで、まあ、同時進行でね、まあ、できる限りちょっとやっていきたいなと思うので、そうですね、まあ、新レジェンドの多分攻略動画もしかしたら上げるかもしれないんで、まあその時はその時で、まあ、もうやっちゃったらもう申し訳ないということで、まあ、やっていきたいと思うんで、まあ、よければね、次回も動画を見ていただければなと思います。ということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。あ、いたいた、これだ。ブンブンネコライダー。ちょっとこれレベル上げましょうか。30まで多分上げられるかな。あ、進化はブンブンロボライダーになりますね。敵とレンタル期限を打ち砕くってなんだこれは。あ、レンタル中の大変。ちょっと待って、これを私ちょっと読んでみるか。はい、これレベル30ございますね。レンタル中の太古の兵器を勝手に強化。剥がれのボディから繰り出される鉄拳は、敵とレンタル期限を打ち砕くらしいですね。まあこんな感じで。まあこれは後で使いましょうか。っていうことなんで、ちょっとね、おーおーおーおお、びっくりした。せっかくなんで、もう一回古代研究所をね、やろうかなと思います。今回アイテムなしでもう一回ちょっとね、やってみようかなと思うんで、これスピードアップだけでちょっとやってみたいと思います。スピードアップはただね、ちょっと短縮したいがために、他の、なんだっけ、ネコボンと、スナイパーは使わない感じで、いきます。じゃあこれでちょっとやってみましょうか。とりあえず先に、これで、おーおーおー、早いんだわ、早いんだわ。まあ早いけど、これでちょっとやってみましょう。どうかな？まあ多分ね、どれくらいお財布貯めればいいかな。まあこれでいいか、1500で。で、多分もうじき多分、チビブンブンやばい。あー、いったね。じゃあもうこっから攻めていきましょうか。やべえ、キャラが多分少ないから結構やばい気がする。ちょっとやばいんじゃない？やばいんじゃない？やばいんじゃない？いけるか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 。あー、ほら、荒ぶってる荒ぶってる。もうちょっとお財布並みをしっかりすればよかったね。まあ、とりあえずこのままちょっとできるかやってみましょうか。せっかくなんでね。スピードが速すぎてとんでもないことだけど。ということで、さあ、どうでしょうか。あ、でも、いいね。あ、ここまで来たらもうあれか。大丈夫そうだな。わー、強いよ、これは。
さすがだね。はい、ということで、先生に食らってるの終わっちゃいましたということで、まあ、アイテムね、スピードアップ以外ね、使わなくても、まあ、大丈夫そうですね。はい。だから、猫ボンとかね、ちょっとあれな場合は使わなくても大丈夫なんで、まあ、これでやってみてください。ということで、終わりです。以上です。